こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は篠宮夏樹チャンネルの1週間の更新を振り返る動画になります。よろしくお願いします。このチャンネルは鉄道を利用した旅行の動画や駅の紹介をメインにアップしております。よろしければチャンネル登録お願いします。まずね、チャンネル近況ということなんですけども、チャンネル登録者数は328人ということになっております。前回のまとめ動画からプラス4人ということになりました。まああまり増えてないんですけども、これはですね、前回のまとめ動画から、あまり収録がね、間隔が経ってないんで、まあこんなもんかなというふうに思っております。まあね、これからどんどんとやっぱり投稿と、まあ皆さんに見てもらえるようなものをね、まあ提供していかないことには、まあ、増えていかないので、まあ引き続きね、皆さん、よろしくお願いします。まあもしね、この動画見て、チャンネル登録してない方がおられましたらですね、まあしゃあないなということで、ポチッと登録していただいたら嬉しく思います。実はですね、このチャンネル、まあ一応目標はね、収益化を目標としてやっております。まあ別にね、たくさん儲けようと思ってるんじゃなくて、やはり YouTube 始めたからにはね、収益化っていうのは一つの目標かなと私は思っているので、まあそこをまず第一目標にしているわけなんですけど、収益化の条件がですね、まあチャンネル登録者数が1000人というのと、年間のね、過去1年間の再生時間が4000時間以上と、いうのがありますけど、この4000時間っていうのはね、クリアしております。はい、だからあとね、チャンネル登録者数が増えればね、とりあえず収益化は達成ということなんですけど、まあこれは前回の動画でも言った通りね、今のペースでチャンネル登録者数が増えたとしたら、もう700日ぐらいかかるよということなんで、まあまだ先は長いんでね、まあ焦らずやっていきたいんですけど、まあできたらもうちょっと早い方がいいなとは思っております。まあ引き続きね、皆さんよろしくお願いします。はい、それではね、動画更新の振り返りと参ります。はい、それではね、まあ動画の一覧ということになります。更新を振り返っていきます。現在カーソルがあるのは前回のまとめ動画のところになります。このカーソルより上の2本がそれぞれ、土日に更新になった、動画かと思います。まずはですね、山陽電車の手柄駅の動画でした。姫路へどんどんと近づいているんですけどもね、鹿間駅はどうしたんだというね、思ってる方はいらっしゃると思うんで、鹿間駅なんとかね、出したいなと思うんですけど、まあもうしばらくお待ちください。で、この手柄駅ね、まあ行ったらね、非常にやっぱ寂しい感じはしましたね。まあ姫路に近いせいもあって利用しているお客さんがね、少ないなと。こういうのもあるんでしょうけど、ね、手柄山中央公園もあるのに、やはりこの駅はちょっと寂れた雰囲気があるなぁとね、周りにね、結構いろいろあるんですけどね、駅舎がね、かなりいい味出してるなというふうに思いました。で、このサムネイルにある通りね、駅舎の隣にある建物、ベニヤ板でね、まあ、窓が塞がれたような建物が、ちょっと廃墟っぽいのがあるんですけど、ここはきっとね、昔何か店があって、にぎわってたのかなというのをこう考えるとね、ちょっと、なんか寂しいなと、昔どんなんだったんだろうなというふうにね、ちょっと想像がこう湧いてきました。はい。まあ、ね、鹿間駅、姫路駅、明石駅もあるんで、結構大きい駅ばっかりいろいろ残ってるんですけど、引き続き皆さんちょっと待っておいてください。はい、次です。月宮山駅でした。この動画ね、結構再生されてますよね。やはり、何なのかな、やっぱ須磨離宮公園とか、須磨海浜公園とか、なんかキーワードが引っかかってるんでしょうかね。やっぱり見てる人が多いっていうのはね、結構あれこんなになんか再生されてるっていうふうにね、思ってしまいました。まあいいこと、嬉しいことなんですけどね。
で、この月見山駅のこの動画については、まあ、スマホを使ってね、新しいスマホを使って撮影しております。で、ちょっと、まあ、画像の感じが変わって見えたんではないかなと思いますね。で、若干夜になってるんですけど、その割には結構はっきり撮れてるなというふうに、まあ、思いました。駅が比較的明るいっていうのもあったんでしょうけどもね、どうもなんかビデオカメラよりは明らかにこっちの方がスマホの方がいいのかなと思いました。しばらくねちょっとスマホで撮ってみようかなとまあ思っておりますので、またね皆さんちょっとこう撮影のね、まあ感じとかいろいろ気づいたことあれば、教えてください。はい、いろいろね試行錯誤してるんですけどね、カメラがいいかなとかね、コンデジがいいかなとかね、まあね、スマホがいいかなとか、いろいろこう、まあやってはいるんですけどね。まあ、性能のね、いいものを使ったらいい絵撮れるんでしょうけどね。まあでもやっぱ使う人とかね、そういう、そこもちゃんと問題だと思いますんでね。はい。まあ、とにかく、まあ、引き続き試行錯誤しつつ動画作っていきますので、まあ撮るね撮るいろいろ至らない点はたくさんありますがよろしくお願いします。はい、それではね、コメント紹介に参ります。はい、それではね、いただいたコメントの一覧になります。今回はまあ少ないですね。まあ少ないというのも、これはまあ先ほども言った通り、前回のね、このまとめ動画の収録からあまり日が経っていないというのもあるんですけどね。常々ね、このまとめ動画ではもうちょっと短くしたいなーなんてね、いうことを言いながら、だいたいまあ27分ぐらい経ってるなというのがいつもなんで、とりあえず収録をね、もうちょっとこまめにして、1本ずつちょっと短くしようじゃないかというふうに、今日は試みております。はい、それではね、前回までのコメントは今カーソルあるとこまで紹介したよということなので、この上の3つを紹介します。はい、まず大塩駅にいただいたコメントです。旧社殿は浜国沿いで、祭りの神輿の練り場も駅前を通行止めにするしかなかったので、神社の前に大塩公園を整備してもらい、そこを練り場にもできるので移転したそうです。ああ、なるほどね、通行止めにもなってたんですか、祭りの時は。まあ、確かにね、前回っていうか前のね、神社ある場所は浜国沿いにあったと思いますんでね。なるほど、そんなに大かりなことになってたんですね。確かに今の神社の前ね、結構ちゃんとね、スタンド付きの練り場がありますんでね、あれもびっくりしましたけど、まあ、ああなっていればね、周りにあまり迷惑っていう言い方は悪いかもしれませんけどね、通行止めとかそういうのにもならずにね、いいのかもしれませんよね。はい、はい、情報ありがとうございます。はい、次です。手柄駅、姫路方面のホームが長いのは JR の高架工事で、一日だけ手柄駅から山陽姫路間が運休した時に直通特急を停車するために姫路方面のホームを改良した。その時ホームの北側に代行バスの乗り換え用に階段と臨時踏切を設置して、しかも方面のホームの北側のスペースで代行バスの乗り降りをしていた。あー、なるほど、確かにホーム長いですよね。切り替え工事で、やっぱ直通特急があの辺まで来てたんだろうなというのは私もちょっと知ってたんですけど、あー、なるほど、そのためにわざわざホームを伸ばしたということなんですね。あ、でも確か手柄駅も手前の亀山駅も線路の間には確かポイントなかったと思うんで、やはり折り返しなんかは鹿までやってたんですかね。そうなると、あれですね、手柄駅まで行ける車両って1本しか行けないのかな。どうなんでしょう。そうですよね。全然ポイントないから1両入ってしまえば次の車両も行けないですよね。結構窮屈な運用になってたんですね。は
はい、情報ありがとうございます。なるほどなるほど。はい、次です。あれコメント結構上まであったな。あ、ごめんなさいね。はい、次手柄駅です。あと駅舎の東側、駅舎の東側、改札出て左のベニヤ板で塞いでるところは昔は喫茶店でした。他の職員がフランチャイズ展開していたコンセルボというパンの製造販売と喫茶コーナーでした。改札に入って右側のシャッターは山陽電車の駅員の詰所入り口です。昔は規制の引き戸でしたが駅の無人化でシャッターをつけた。あー、なるほど、詳しいことを書き込んでいただきましたね。なるほど、あそこはパン屋でしたか。確かになんかあのすごい大きなベニヤ板で塞いでるところがあったんで、ここはなんかショーウィンドウなのかなというのはねちょっと思ったんですけども、なんかこう駅の近くのパン屋ってなんかいいですね、なんかね。なるほど、喫茶店もあったんですね。まあ今はちょっと寂しい感じになってますけどもね。あ、なるほど、引き続き情報たくさんありがとうございます。はい、次です。この手柄駅ですね。手柄山交流ステーションに展示されているモノレールを見に行くために何年か前に一度だけ手柄駅を利用しました。 JR が手柄山中央公園付近に新駅を開設するようで、そうなれば手柄駅の利用者が減少することが予想され3年としては痛手ですね、と。あの、そうなんですね、 JR の新駅の構想があるみたいですね。JR 駅増えてますね。なんかあの辺、あの姫路近辺って本当新しい駅ここ近年増えましたよね。東姫路もそうだし、播磨勝原とかもそうだしね。もう一個あったよね、何か5着の手前に何だったっけ、忘れちゃった。まあ、とにかく姫路近辺ね、まあ、昔はね人が少なかったから駅もなかったんでしょうけども、最近ね住宅地も増えてきたんでしょうか。しかしね、 JR 手柄なんてできてしまうと本当3年のこの駅は一体どうなるんだろうっていう感じなんですけどね。今でもそんなに多くないのにね、本当。まあ昔はね、3年はっていうかな、なるべく駅が多くて、で JR は駅の間隔が長いから長距離輸送でっていう住み分けがまああったんでしょうけど、最近あまり関係ないですよね。なんかね、 JR も駅増えてきてるしね。まあちょっと山陽電車頑張ってもらいたいですね。はい、はい、次です。月見山駅、月見山駅は先月に電車を撮影のためにホームに降り立ったのが初めてでした。動画の中で出てきましたホームのベンチが低いのはホームをかさ上げした時にベンチはそのままにしたので結果的に低くなってしまったのかなと思いました。確かに確かに、なるほどね、ベンチはそのままでかさ上げだけしたとね。本当にあれよりももっと低いベンチとかたまにありますよね。なんかかさ上げで変えてないということですね。確かに。ありがとうございます。はい。以上、ちょっと最初ね、カーソル下で隠れ、こうしてたら、隠れてたんですけど、結構コメントありました。いずれにしてもコメントたくさん、情報も織り交ぜていただきました。本当に感謝しております。ありがとうございました。引き続きね、なるべくコメントは紹介して、何かしらのリアクションをするつもりでありますので、よろしくお願いいたします。それではね、今日は写真がありますのでね、写真を簡単に紹介いたします。はい、それではね、写真を、まあ、簡単に、紹介していきます。これはですね、手柄駅のサムネイルになっている写真ですね。これですね、コンセルボだったんですね。なるほど。これ、ほんとこれ駅に、ね、駅舎にビターっとくっついてますよね、これね。この辺が、まあ、入り口で、この辺がショーウィンドウかなんかだったのかな。うん。なんね、多分ね。ああ、なるほどね。まあ、ちょっとこう、パッと見ると、こう、寂しい感じのね、建物になってますけど、まあ、手柄駅。ここにある手柄駅っていうな、ね、この文字のフォントもね、なかなか、ちょっとこう、ね、今はないぞこんなのっていう感じもするんですけどね。まあ結構ね、なんか古いけど
ね、いい駅舎だなと思いました、この駅。はい、これは手柄駅の中ですね、港南踏切です。港南踏切ね、私結構好きなんですけど、コメントにいただいてたシャッターのことはここかな、これですね。はい、売店があったのかななんてね、動画では言ってたのかなと思うんですけど、木製の引き戸があって、中はまあ職員がね、行ける部屋があったということですね。はい、はい、こちらも手柄駅ですね、ホームですね、6両編成対応のホームになっているようです。ホームの下はまあほぼ空洞ということでね、まあ綺麗な感じなんですけども、まあ、昔ながらのホームではないということですよね。はい、しかし屋根がここしかないけどね本当。はい、次です。はい、あ、これは月見山ですね。ちょっと暗い状況でわからないけど、ここホームがあるんですよね。はい、でこれはね、ちゃんと明るい時に撮った写真があります。あ、ちゃうわこれはホームの、月見山駅のホームですね、これね。はい、このホームのこの石積みのこの古いの中いいですよね、これね。なんか味があるな、このホームの下って結構好きです、これ。なんかこうね、あの昔のこう思いがこう重なってる気がしますね。はい、あ、これです、これです。で、明るい時にね、もう一度行きまして、ちょっと写真だけでもと思って撮ったんですけども、これがね、前の月見山駅の昔の上りホームということですよね。で、この辺りはなんか、ま、見た感じホーム状に建物があるような感じなんですけども、ここについては、まあ、ホームの上じゃなくて、ここホームでぶた切って家建ててるっていうことなのかな、おそらく。はい、まあ、いずれにしてもこんなはっきりとねホームだけ残ってるっていうのもね、なんかちょっと面白い感じがしますね。山陽電車で結構昔のホームの遺構が残ってますっていうところね、ちょこちょことありますよね。はい、まあ、はっきりとこうやって見えるとね、ああここに何かあったんだとね、ちょっと結構面白いなと思います。はい、もう一アングルありました。こっちの写真の方がいいですね、石の状況がはっきり見えますね。はい、この結構ホームが低かったんですね、こう見るとね。はい、もう一アングルありました。これ白線が残ってますね。ね、白い点線がね。ここね、もう通っていいんやったら、こう、一遍歩いてみたいなと思うんですけど、まあ、もうね、そんなことは、やらないでくださいよ。はい。はい。ああ、以上ですね。はい。以上です。このホームの、この写真、いいな。自分で言うのもなんやけど、これは結構、うまく撮れてるなと、私はちょっと、自分で思いました。はい。はい、以上写真の紹介でした。簡単でしたけどね、スマホがね新しくなって、結構ね写真がかなり綺麗に撮れるようになったんで、最近ちょこちょこと撮影のたびに撮ってるんでね、また次のまとめ動画では何か出せると思います。はい、それではね、まとめに入ります。はい、それではね、最後にということで、まあ、ここまで見ていただいた方ね、本当に、ありがとうございました。まあ、このまとめ動画についてはですね、更新の振り返りとかコメントの紹介がメインなので、まあ、見るというよりは、まあ、聞くという感じで、ね、まあ、流して聞いてもらったらいいのかなと、ふと思ったりはしてるんですけども、次のね、更新なんですけども、まあ、山陽電車のどこかの駅は、1本は出すつもりなんですけども、この間ですね、25日にバス旅行きまして、うずらの飛行場に歩いて行ってきましたので、その時の動画をね出したいなと思うんですけど、まあ、編集が間に合えば出したいなと、思っております。なかなかバス旅のね、フリーチケット、あれいいですよね。だって、姫路から私バスでね、アステア葛西、北条町駅まで行ったんですけど、まあ、普通に乗ったら
まあ大体800円ぐらいかかるんでしょ。で往復で1600円って考えたら、あの切符自体が大人で1600円なんで、もうそれでも元が取れてしまいますよね。北条鉄道ね、あの乗ったら、あの本当ね、もうそれがお得っていうことですもんね。うん、だからあれはねいいなと思いました。で、あの新規バスもねじっくりあの乗ったん初めてなんでそんな長距離乗らないからね、新規バスなんか今回ね初めてなんでね、なかなかこう景色見ながらね、バス乗るのもいいなというふうに思いましたんで、まあまあ編集が間に合えば出そうかなと思っております。はい、以上です。結構ねそれでも20分以上経ちました。はい、まあとりあえずここまで、見ていただいた本当にありがとうございます。これからも更新ペースはなるべく崩さずにやってまいりますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。